から選ぶ、はい、とりあえず長ですか、長いっちゃいます、ナビ入れて、はい、じゃあウロ入れる、はい、そんなにあるあるんですね、フリーでありますね、動画撮るよ、頼むよっつって一人で飲んでるんですけど、一、はい、人よりは二人の方がよっぽどいいですね。楽しいですよね。さきめちと鍋での盛り合わせで、はい、はい、失礼します。こちらが厳選焼肉の七種盛りでございます。こちらが季節のごちそうサラダでございます。お肉のご説明させていただきます、はい、左上こちらが上タン塩、そのお隣こちらが和牛ハラミでございます。で手前左こちらがネギ塩同士でございます。でこちら右なんですけど、真ん中にございますこちらが上カルビ、そのお隣こちらがカルビでございます。で器に入っているものがこちらが本日のホルモンで、本日がレバーとギアラをご用意しております。ギアラですか、島町ですね、申し訳ない、島町ですね、失礼いたしました。こちら鉄板ただいまお付けしたので温まるまで2分ほどお待ちください。って感じみたいですね。おお。量多いですね。いいですね。ま、量は基本的には量は十分なんですね。ああ、もう十分なんですけど。ババ。うん。ここまあまたまたまた次ですね。3軒目とか。浜松町はまだ曖昧なんですけど、もうちょっと歩いて新橋とかだったらいっぱいあるじゃないですか。 ありますね。昨日あれでちょっとびっくりしました。久々、はい、もういくらでもって感じですよね、はい、何でもあり、何でもありますよね。あの前は仕事関係で新橋とかしょっちゅう行ってたんですよ。その時は、まあ、自分もそこにあのなんていうか旅行気分じゃないですから、もう疲れたあれでうわーで飯食ってたのが新橋だったんですけど、今は気持ちが全然違うんですから、行ってたらあこんなとこやったんや外人みたいな感じで結構撮りました。外人からしたらあの風景も特殊ですね、いろいろと。犬の種類って思われますね。ご存知ですよね、シチュー。はい、それが思い浮かびます。シチュー食べます？犬って。あれは食べないよ。他のは食べるけど、みたいな。ちょっとわかんない。あ、シチューっていう、その犬の種類があります。シチュー食べますか？え、これを？みたいな。そうなっちゃう。ね。好きな人は知ってるかなぐらいの食べ物ですね。美味しいじゃないですか。はい、結構あれなんで、なんかバーバーシチューとか、はい、なんかいろいろあって超美味しいですよ。絶対あの食べた方がいいですよね。カレーハヤシライスシチューは絶対ですよねっていうあれなんですけど、本当に残念なのは、こんなに美味しいものいっぱいあるのに、この浅い観光レベルだとなんか楽しむものが決まっちゃってて、自分レベルの人がそんなに日本に興味ないとかっていう人をもう本気で連れて行っちゃうとすごい惚れ惚れになっちゃうんですよ。あ、日本ってだからグルメ来るんだよな、そうだよそうだよみたいな、そんなことあって、
なんか伝わってないよなっていうのが残念ですね、自分からしたら。こんなに美味しいのいっぱいあるのに、なんか大阪行って大阪の道頓堀に決まっちゃって大阪の道頓堀でもそんなあの決まったコースがあってみたいな、違うよって思いながら、自分はちなみに超満喫してます。どうですか、これやっちゃいました。やっちゃいます。自分好みで1枚ずついきましょう。そうですね、はい、素晴らしい、よく分かってらっしゃるあ、そんな感じっす。基本ですよ、韓国やったら、例えばですよ、あ、さんどうですかって全部入れちゃう、あ、大丈夫ですよねみたいな、なのでそこはあの分かってます。ペペは素晴らしい。めったにないです。ないですか。食べようとしたらなんか店はあるんですけど、日本みたいな感じではないです。美味しいじゃないですか。美味しいです。絶対もったいないなみたいな。そう、日本来てたらもう本当に一発目食べたいのが気をつけたんですよ、自分は。うまいですよね。うまいですね。あ、でももうあっちにも牛はいっぱいいると思うのに、なんで取れへんのって思いますそんなにないんですか。本当に限られた店でしか食べれないんですね、牛タン。こんなの食ったことあります？牛タンですか。この厚さってことですか。どんぐらい。もうハンバーグですよね。はい、ないです。いやもう、じゃあこれでこれで食べるんですか。いやもうこう食べちゃうんですけど、もうね、もう食べてもらいたい。おお、こんなですよ、本当に想像つかないんですよね。マジですか。はい、もうぜひ食べてほしい。食べてください。食べますあっ、もう食べてください。はい、つけてないんですよ。そうですよね、肉の味だけで食べちゃうんですよね。これは素晴らしい。はい、ちょっと見えて来たと心のやめを今日飲んじゃおうって思いちゃいますあのエピソードとして言わせていただきますとかですけど、名古屋でその赤カレー鍋が昼だったんですよ。で飲んでから夜もなんかあの勝手に予定入れてたんですよ。でも実際赤カレー食ってそんなに酒飲んじゃうと、じゃあちょっと休憩しよう、あのホテルでちょっと休憩しようが、まあ、ちょっと寝てたらもう8時9時なんですよ、夜。やべえって思って、それから1日2本は無理やなって思って、もう撮影はあの動くとしたら1日1本で消してます。2本はさすがにテンションも追いつかなくてみたいな、これがあって、今日はもう多分十分撮れてますよ。1軒目で十分撮れてて、あの今幸せに飲んでます。はい、よかったよかった。ああ、もうどんどん、あ、はい、そうですね、全然見たいかなって。はい、すいません。はい、飲み方です。はい、これを水割りで。水割りで、ありがとうございます。以上です。あ、うどん、うどん、ありがとうございます。つる姫ですね。つる姫も違いますよね。つる姫のすごい変わるんですよね、意味が。姫と姫姫ちゃうやんけ。はい、紐の意味は知ってらっしゃって。あ、はい、あのあれですよね、あの紐、紐ですよねスポンサーですよね、いい。あ、そうです。あ、はい、あ、さすが、すごい、はい、両方知ってんですね。じゃあ、あの靴紐の紐と、はい、あのスポンサーのダメな男の人、はい、なんでそんなに日本語詳しいんですか。あ、本当に照れちゃうんですけど、もうこれしかないです、本当に。あの好きだから。犬が好きなの。はい、それがね、すごいなと思って。本当にその何も知らない時に来てた日本が超感激やったんで、20歳の頃スマホもない時代
に日本語も分かんない時代に、日本に来て、あの何も分かんないからもうずっと聞くんですよ、片言の日本語で。でもあの聞いてくれてた日本人が全員親切だったんですよ。誰一人も、え、こいつなんやねっていう人は一人もいませんでした。それで感激しちゃって、この国はどんなことがあってこんな人柄になってんだろうから始まって、それからですね、すげえな、はい、すごいですね。もう本当にあの日本はすごいです。島町はわかるそうですね。あ、これも一通り牛の内臓全部勉強しました。すごい。あの、まあ、言ったって例えばですよ、島町ってどこの部位か知らんけど、あ、島町ってこの味なんだっていう勉強の仕方よりは一通り勉強して、あ、この部位のこれやろ、あ、この味やろの方が覚えやすくて、一通り勉強した。すごいですね。これがまた気になったらあれなんですけど、楽しみです、これは。面白い、ね、またあの、グルメ語ってるやつが知識が足りないと、あの信頼性ないし、もうあって、あ、なるほど、ね、はい、一番悔しい時が、なんたらかんたらですよって言われて全然わかんなくて、例えば、魚ですよと、食べてない魚ですよと、なんたらかんたらって、あ、そうですかって食べて、めちゃくちゃ美味しかったなんだけど、その名前が分かんないって言ったら一番悔しいですかね。それがあったのがお任せでした。なんか幸いなことに、あの3万円からっていうお任せに行かせてもらったんですよ。もちろん超うまかったんですよ、録音では残ってると思うんですけど、頭に一切残ってなくて、例えばタチウオだったら、あ、このタチウオうまいですねっていうのと、あ、この何の魚か知らんけどうまいですよねとまた違うじゃないですか。あ、そこが、まあ、めっちゃ悔しかったですね、今回。まあそこは編集で、はい、編集でとか。それとその3万円からのおまかせ寿司はまだ自分の行く領域じゃないよなってのも今回結構すごいですね。しかもあの3万円くらい実際払ったのは2000とか、あの結構の金払ってるじゃないですか。でも味分かってなかったら悔しいってなっちゃうから、そこですね。あ、これも聞きましょう。3日間食べたものを教えてください。はい、まずあの韓国に行きまして、はい、で最初に食べたのがタカンマリ、はい、あ、一発目だ、一発目にタカンマリ食べまして、はい、でその流れであのデザート食べて、でその帰りにあのカフェでコーヒー飲んで、はい、で1日目は終わりで、翌日であの昼ぐらいにあの夜のパンを食べて、はい、で夜はあのコンビニのパンがやりたくて、はい、コンビニでいろいろ買って夜食べた、ホテルで食べた。あ、じゃあ最終日の朝とかは飛ばしてるんですか。そうなんですよ、最終日 の僕はあの本当にタラのスープ、ね、タラのスープ、はい、あれを食べたかったんですけど、はい、疲れちゃって初めてだもんね、もう体力が残ってなくて諦めました。このあさんがおっしゃるそのスープってお酒好きな人に人気があって、二日酔いにも効くし、酔いに効く前提で飲んじゃってまたお酒飲むみたいな、飲んだら美味しいっていうのはもう確定なんですよ、これ自分からしたら絶対美味しい、本当に。まあ次回やなって自分的に思いますね。そうなんですよ、どんだけあの美味しい飲み物だっていうか、あの体にいいんだろうって。間違いなく褒めます、本当に。はい、よく日本人が言ってたのが、
和むよなって味ですね。本物を飲んでみたい。本物っていうか本物を飲んだことないですね。はいはい、本物を飲みたいです。だいたい日本の方が韓国に来られるとスープ系に満足される方が多くて、でも3食全部スープもおかしいじゃないですか。そこら辺はあるんですけど、一番満足していただけるのはやっぱりスープかなっていうのは自分的にあります。釜山とかはディチクッパ有名ですね。ぜひいいですね。ニラたっぷり入れてとか。あ、そう、なんかソウルフード的な。あ、そうですね、ソウルフード。田舎で食べる、はい、ご飯がまたうまそうで、ソルロンタンとかに比べるとディチクッパの方はまあまあ安定してます。どこ行ったって安定してるんですけど、デジクッパ、デジクッパってデジが豚、クッパってのがそのスープ、スープと飯ってのがクッパなんですけど、ティジクッパでそのまあ一括りでティジクッパなんですけど、それも安定はしてるんですけど、とびっきりうまいとこまたそこも決まってて、もうとびっきりうまいとこ行った方が得ですね。それ食うために行ってもいいですね。そこは食べたい。まあ、そこはソウルも、釜山もあるので、まあ、よろしければぜひ。何でしたっけ？ハンガー。ハンガーのそばで食べるラーメンが美味しそうだなと思って。あれも自分には知らないんですけど、文化って言いますよね。外国人がなんかコースってなってるんですね。ハンガーでチキンで巻いて。ビールと一緒にとかあるんですよね。そこで韓国の何が売りたいかって、韓国はどこでも出前取れるようが言いたくて、ハンガンで全然そこ迷惑じゃない、そこ文化ですから全然ありの領域で、これは極端な話なんですけど、ある島行って1日片方の、船しかない時も出前が取れますよ、この国すごいですよねぐらい売ってるんですから、そこは全然ありですね。でも美味しさで考えてたら別に頼まなくて行ったらいいのでなんですけど、ヤンニョムチキンあんま美味しくない。あ、そうですか。でも韓国の人は好きですよね。あ、それちょっと聞かせてください。どんなヤンニョムチキン食べてます？韓国で食べたことはないんですけど、それだったら全然論外です。あ、論外ですか。日本のチキンと韓国のチキンと味全然違います。はい、自分は新大久保行ってびっくりしてたのが、全部ほぼ全部韓国の味に近いかもうそのままだったんですよ。でもチキンだけは全然違うよなで思うぐらい、チキンはちょっと違う領域でした。またこれもぜひですね、ありがとうございます。これ初心者向けの、質問かと思うんですけど、横浜のガンダムファクトリー行ったことありますか？横浜お住まいの、横浜のガンダムファクトリー。あ、ガンダムファクトリー行ったことない。ちょっと待ってください。これリアクション取ります。そうですか。まあ、もちろんそこガンダム のお好みってあると思うんですけど、なんかすごい近いんですけど、はい、なんか一度も行ったことないですね。いや、逆に死刑からたどり着いてないとかですよね。なんかいつでも見れんだろう的な。アニメはいろいろ見てるんですけど、面白かったのを勝手に言いますと、鋼の錬金術師とか、あれも全部見てます。リメイクも見てて、本番も見てて、劇場版も全部見てます、実は。はい、それと、名探偵コナンも、エピソードも見てるんですけど、劇場版は1期から21ぐらいまでは見てます。すごいですね。コナン見てるんだ。コナンも
一時期どうハマっちゃって、あのなんかわかんない責任感なんですけど、逃せないといけないよ、お前見てないエピソードあったらダメだよみたいな、なんか勝手にあって全部見ちゃった記憶がありますね。名探偵コーナー第5期天国へのカウントダウン、これが自分の一番の推しですね。あれを一発で見て、あ全部見ようって思っちゃったので、ビルが2本あって、こっからここに飛ぶためのなんか物理の計算だとか変なこと言ってるんですけど、あそれ見て、あここまで工夫してるよな、アニメたかがアニメなのにみたいな、それで見てたんですね。そこは良かったですか。ああなるほど、そういうのも今好きなんですね。あ推理系好きなのかな。相棒もよう見てました。相棒、はい、本当にまあ、アテンドっていうのも自分悪いかと思って一緒に遊びましょう。本当に一緒に遊びましょう。よろしくお願いします。その時は、その時は一緒でもお声かけください。よろしくお願いします。切りのいいとこで、あ僕向こう行くんでいいっすよいいっすよ。こちらですね、向こう行っちゃうんで。こっちですか。2階行きます。こちらじゃあ、半沼町駅。そうです、ね、タイム駅。はい、じゃあ本当に、あいしょ、ここで大丈夫です。じゃあここらで、はい、あ今日は本当にいやいや、ありがとうございます。じゃあまた連絡頑張ってください。はい、連絡させていただきます。ありがとうございます。じゃあ気をつけてあこっちは気をつけなくていいです。気をつけて。じゃあまた、こういうとこ、はい、またお願いします。はい、どうも。じゃあおやすみなさい。ありがとうございます。